パリ五輪に出場するサッカー男子 U から23日本代表のバックアップメンバーでチーム合流が決まった MF 上中朝日、22イコール横浜、DF 鈴木美音、21イコール岩田、ゴールキーパー佐々木正史、22イコール柏、が21日、羽田空港からフランスに向かった。メンバーに関するルール変更があり、 代表18人にバックアップメンバー4人を加えた計22選手の中から心身の疲労を考慮した上で試合ごとに18人を選ぶ運用になった。バックアップといえども出場の可能性が広がる中 MF 佐野光大 20=NEC 内目編に代わって追加招集された上中はバックアップですけどアピールして少しでもメンバーに入れれば。 ゴールに直結するようなプレーを見てもらいたいと力を込めた。鈴木は自分もチームのために絶対戦わないといけない。試合に出る出ないにかかわらず胸を張ってチーム一丸となって戦いに行きたい。全員で金メダルが欲しいと力を込めた。佐々木は五輪は4年に一度。サッカーは原則23歳以下しか出られない。一生に一度と思ってきた。 そういうところにチームの一員としていけるのは光栄。引き締まる思い、自分が何かプラスアルファできればと訴えた。